スリウス山古墳は、香川県全通寺市行野町にある古墳。形状は、前方公園墳。有岡古墳群を構成する古墳の一つ。湿度先竹形石棺は、国の重要文化財に指定されている。先竹形石棺右上に石枕。全通寺市民会館展示。香川県西部、独立丘陵のスリウス山から南西に伸びる尾根城。 河原家側の中石平野を望む位置に築造された古墳である。これまでに江戸時代に乱屈にあっているほか、発掘調査は実施されていない。墳形は前方五円形で前方部を西方向に向ける。墳丘表面では吹規石、埴輪が認められる。墳丘周囲に集合は巡らされていない。主体部の埋葬施設は公園部中央における。 栗抜き式先竹形石管で、瓦石を敷き詰めた上に据えられ、石管主軸を紛糾主軸と平行方向とする。石管の石材は、高松市国分二丁和市の山産の核戦石、安山岩製で、管外は、長さ2.3メートル、幅0.65から0.77メートル、高さ0.36から0.40メートル、棺ぎみは、 長さ2.37メートル、幅0.79メートル、高さ0.35から0.43メートルを測り、東を日誌とする。管外は、断面が三角形に近い形状で側面には段があり、棺見は、断面がかまぼこ形で側面には、量があるという、典型的な先竹形石棺よりはやや硬質の様相を示す。また、棺見の内部には、 石枕が作り出されて、首の左右には、曲がたま状の耳飾りが養刻されているほか、棺の内面には種の痕跡が認められる。乱屈のため副葬品はつまびらかでない。このスリウス山古墳は、古墳時代前期の4世紀後半頃の築造と推定される。特に本古墳の先竹形石棺は、加工が丁寧であり、依存状態が良好な点で重要視される。 また、全通寺市街一元編部では、古墳時代前期から、後期の市長母として、野田院古墳スリウス山古墳鶴ヶ峰四号墳、丸山古墳、大母山古墳宮が、お古墳という系譜が認められており、本古墳はそのうちの一つに位置づけられる。古墳域は1984年に、国の史跡に指定され、出土先竹形石棺は1993年に、 国の重要文化財に指定されている古墳の規模は次の通り。ありがとうございます。